ガネ、私のメガネ。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。昨年から続く地脈の乱れは未だ帝国内に不穏の影を落としていた。日に日に反新帝国の機運が高まり、ついには反乱が各地で勃発する。事態を重く見た新皇帝は国内随一の風水師ウー・レイシャンにこの機運を助長させる地脈の乱れを正すよう命じる。祖父から受け継いだ風水羅盤を手に、ウー・レイシャンは混乱の渦中へと身を投じるのであった。羅盤の導きによると、この辺りに手がかりがあるようですね。しかし、なんと素敵なお屋敷なのでしょう。我が国にはない風情を感じますわ。何なんだ貴様は。勝手に侵入した挙句、堂々と館の中を徘徊するとは。貴様の目的が何であれ、その罪決して軽くはないぞ。憎し、憎し、学も苦しい私は。ようやくたどり着きましたわ。このウーレイシャ、一族の名にかけてその邪気払い落としてみせましょう。静か御前の浄化昇天を見届けたレイシャンは一面の桜花爛漫に心を奪われる。邪気から解き放たれた静か御前を弔うように桜の花は静かに風に揺れていた。乱れていた流脈もまた正常の流れへと戻りつつある。天命を果たすことができた喜びを抱き、軽やかな足取りで彼女は母国へと向かった。帰還したレイシャンの耳に届いたのは、日の本での災禍の消滅に応じるかのごとく反乱が鎮圧されたという吉報だった。祖父への報告の傍ら、彼女は安堵の笑みを浮かべた。過酷な旅はもう終わり、これからは国に腰を落ち着け、風水で朝廷を守護していくのだ。あの騒動から一月が経ったある日、レイシャンは謁見の前呼び出される。再び単身で諸国を巡り、古代の災禍の真相を調査せよ。皇帝から下された新たな勅命にレイシャンは思わず目を丸くした。理想が音を立てて崩れ落ちてゆく中、彼女はその身に哀愁を帯びながら再び過酷な旅へと身を投じるのであった。この旅で痛感いたしました。私はまだまだ未熟、一族の名に恥じぬよう、もっとこの風水の道を極めなければ。